ありがとうございます。上総 DNA 研究所の田畑です。もう今日はこの PGDBJ 幅広い用途に向けた植物ゲノム情報ポータルサイトというタイトルで、植物、ゲノム DB の統合についてお話をさせていただきたいと思います。このグラフはですね、2014年までに植物で全ゲノム解読を行ったということで発表された論文の類型を示しています。で、まあ、先ほどバクテリアのお話もありましたけども、まあ、植物でも同じようなことが起こっていまして、2000年に、まあ、これで この色分けはジャーナルの種類を示しています。で、植物で一番最初にゲノムが解読されたのは白犬ナズナ、アラビドプティスタリアナで、これが2000年で、これがネイチャーで1ということだと思うんですけども、まあ、あとここが、これがおそらく稲だと思いますが、サイエンスに出されてですね、でこのあたりからはかなりの数 の植物全ゲノムの報告がありまして、2014年で80弱ぐらい出てまして、で今ですともこれもっともっと増えているということで、まあ、あと、まあ、かなりのものがそこそこいいジャーナルに出てるということで、まあ、植物のゲノム解読もかなり活発に行われているということが、まあ、お分かりかと思います。でこれはそれを系統上に乗っけたものなんですけども、まあ、植物非常に多様だということは、まあ、お分かりですけども、まあ、こう単細胞のものからですね、裸子植物、被子植物でも、まあ、イネ科からアブラナ科、ウリ科、バラ科、マメ科、ナス科と、まあ、かなり広範に及んでいます。でこのうちの多くは産業上の重要性から実用植物の作物といわれるものですし、まあ、それ以外にも実験室で使われている実験植物というのもかなりバラバラ含まれています。植物ゲノムの特徴でもあるんですけども、サイズが比較的小型のものから何ギガまでのものもありますし、あとは倍数性がですね、特に作物ですと倍数性が高いものを人間がこうセレクションかけてきたということがありますので、6倍体とかですね、8倍体の農作物も結構この中には含まれていて、まあ、そういうものも解読も行われてきているというような状況です。でこの、まあ、プロジェクトが開始した背景というんですけども、まあ、今お話ししましたように非常にたくさん の植物種についてどんどん解読が進んでいて、ゲノムや遺伝子領域の構造情報が蓄積してきていると。でさらに今こういうものを使ってですね、機能的な解析が行われていて、まあ、いわゆるオミックス解析や変異体、あるいは、まあ、DNA マーカーとか連鎖地ですね。でそういうものを使ってまあ、遺伝子機能とかネットワークは当然なんですけども、それ以外にもその有用、まあ応用面において QTL 解析とかですね、まあ、それを使って品種改良とかの情報がたくさんあるわけです。でこういうものも、まあ、データベースにきちんと格納されているものもあるんですけども、文献情報 の状態であるものもかなりたくさんあるわけです。でこういうものをですね、まあ、非常に雑多 でたくさんのデータベースがこう植物種別に立っていますので、なかなかこう把握しにくいということがありまして、でこれをなんとか一元的にこう見ることができないかということで、まあ、このプロジェクトが始まったわけです。で今期はですね、この前のフェーズの25年度までの統合化推進プログラムで、ポータルサイトの PGDBJ ですね、プラントジーナムデータベースジャパンというものを作りました。で今期はまあこのコンテンツを充実させるということ、それからもう一つはこの、まあ、全体の、まあ、方向性の一つでもあるんですけども、連携ということで、セマンティックウェブの技術を入れていくということを、まあ、目指しています。でこれを行うために、6つの一応項目を立ててですね、で研究開発を進めてきました。具体的には、この PGDBJ の、背後にあります、まあ、大きなデータベースの一つなんですけど、遺伝子オルソログデータベース、これの拡充、それからリソースの情報も扱ってますので、植物リソース DB の拡充、DNA マーカーの関連の情報の拡充、それから4から6はこれは高台との連携ということで、DB 間の連携による統合化、これは RDF が、まあ、主なものになりますが、あとオントロジー、それから、主に、まあ、可視化技術を使ったゲノム情報のアノテーションのコード化という内容になります。で具体的にはポスターの何番だったかな、20番から22番だったと思うんですけども、で直接開発の担当者と
話して、もしご興味がありましたらお話していただきたいんですけど、ざっと簡単にですね、ご説明を差し上げます。で、まずオルソロ DB なんですけども、これはですね、配列類似性に基づく DB エントリカの対応付けということで、レフセックに登録されている配列、アミノ酸配列のうち緑色植物と、それから卵巣を総当たりで、関係づけてですね、それを一応オルソログと、ここでは定義をして、でそれを使って、例えば私どもの研究所で持っているたくさんの植物のデータベース、あるいは外部の、海外も含めたデータベースとの関係をつけて、これらをつないでいくと、いわゆる統合していくということで、もう一つは、この PGDBJ の中のオーラン検索でここにこの情報にアクセスできるようにすると、そういう考え方で作ったものです。で、具体的にはですね、2つに分かれますが、1つはオルソログデータベースのシステム開発ということで、ここに書いてあるような内容のことをやっているんですけども、自動化、省力化から、最終的に再現性と持続性を担保するということを目指しております。もう1つ、オルソログデータベースの構築更新ですけども、これはレフセックの配列を基本に使っているんですが、今現在66なんですけども、これをレフセックのブラッシュアップに合わせて更新していくというようなことを考えているわけです。で、このデータの更新をですね、このレフセックのバージョンアップに合わせて定期的に一括して作ることによって、ウェブ経由の検索解析、あるいはオフライン解析とかですね、アーカイブが可能になるという、こういう考え方です。で、現時点ではレフセックのリリース66を使ってまして、ここには緑色植物の配列が約100万配列、それからシアノバクテリア以外の配列が80万入っていますので、これらを総当たりで類似関係の整理をして、階層化をして、インデックシングを行っているということ、それから横断検索やゲノムブラウザとの連携としては、キーワードで検索可能とかですね、こういうことをやっていると。それからこれらを関係データベースに蓄積をしていって、 URL を付与してということで、こういうふうに結果をですね、比較的見やすい形で、示すというような試みを行っています。ご興味ありましたら、ポスターの方に、お越しください。で、リソースにつきましては、国内には理研 BRC と、それからナショナルバイリソースプロジェクトという、大きなリソースがあります。で、まずはですね、この配列情報をもとにつなぎますので、配列情報を有する有用生物集計150万件に、理研で整備されていますセイバー2というのがあるんですけども、これを介して、ここに、アクセスできるようにすると。それからもう一つは、ここに、NVRP に加わっていない柑橘のリソース情報がありますので、そこの情報にもアクセスできるようにすると。で、それを PGDBJ 内の検索横断検索システムにつないで、ここから検索できるようにするということを目指して開発を進めています。で、今現在、NVRP リソース情報ですね、遺伝研、理研、BRC の150万件、それから柑橘の900個体分のデータと、それから配列、形質情報との66万件、それから私どもの研究所で持っております、遺伝子の情報、85万遺伝子の情報を一括して、検索できるような状態になっております。あとは DNA マーカーについてなんですけども、やはりゲノム情報を活用していくという意味で、 DNA マーカーって非常に重要です。で、しかも DNA マーカー、植物種が非常に多いということもあってですね、情報がいろいろな種類の情報がいろいろなところに散逸しているということがありますので、この DNA マーカー、あるいはこの DNA マーカー連鎖地図を使った QTL の、さまざまな実用植物の QTL の情報を文献から拾い出して、データ化するということを、継続的にやっております。で、対象としてはパブメドにある、ジャーナル、パブメドに載っていない種系の雑誌があります。ブリーディングサイエンスとか、プラントブリーディング、それから、こういうのですね。で、これをここからキーワードで検索しまして、キーワードとしては植物名、
まあ、AMA、DNA マーカー関連用語、QTL 関連用語を拾い上げる。対象としては2001年以降のものを、まあ、対象として行っています。で、あともう一つ、機能関連遺伝子やアレル情報の文献のキュレーションということで、まあ、形質キュレーションシステムの構、まあ、システムの構築は、まあ、キーワードとして562をピックアップして、で、パブメドで遺伝子と形質の両方がある文献を検索すると。で、遺伝子名、形質に関するセンテンスを収集する。が、まあ、こういうことをやるための、まあ、自動キュレーションツールの検討も行っていて、まあ、当然ここにオントロジーがかかってきますので、これもアサインをしていくということ。それからあとはオミクス関連データの集約ということで、これはまあ主に外部のウェブサイトを、まあ、情報を整理して、記載、提供するというようなことで行っております。これの、まあ、非常にこれたくさんの情報が入ってまして、あまり簡単にお見せはできないんですけど、まあ、本当に大雑把にまとめてしまいますと、現在この PGDBJ で対象としている65の植物種について、これまでに文献1200本を、対象にキュレーションを行いました。で、ここから DNA マーカーの情報20万件、それから QTL の情報約6800件を、まとめて現時点で公開をしています。で、このグラフ、まあ、上位24種ということで、こちらが DNA マーカーの情報で、まあ、トマトとかですね、こういうものが上位に来ています。それから QTL 関連の情報としても、これはまあトマトが非常に多いんですけど、まあ、こういうと、まあ、もっと少ないものもいっぱいあるという、まあ、こういう状況です。で、まあ、こういう情報を随時こう公開をしていっているんですが、まあ、このプロジェクトを動かすにあたって、まあ、外部のそのいろいろな分野の専門家の方に入っていただいたアドバイザリー委員会というのを開催していまして、まあ、ご意見を伺っています。で、そういう中でですね、まあ、これ実際現場といっても、研究者だけじゃなくて、実際にまあ畑で育種されている方も対象にしているんですけども、やっぱ分かりにくいと。情報は非常にたくさん入っているんだけども、まあ、これをどう見せるかという、まあ、インターフェースの問題もあるんだろうとは思うんですけども、やっぱりこうどうとっつきにくいわけですね。どう使っていいか分からないというお話が、まあ、結構ありまして、で、まあ、全体をこうリアレンジする手もあるんですけど、まずはですね、育種向きの DNA マーカー検索ということで、小さい窓を作りました。で、そこでは非常にシンプルに、まあ、現時点で9植物種しか、まあ、公開できていないんですけども、これについて、この形質連鎖マーカー検索のボタンとかですね、あとは、まあ、DNA マーカーというもの、それからマーカーセットを、まあ、見ることができるとかっていうような、いくつかのこう非常に分かりやすい選択ボタンをつけます。で、例えば形質連鎖マーカーですと、まあ、ここを押して、で、作物名、今これだけなんですけども、これを押し入れて選択して、あとはもういくつかの形質を選ぶと、例えば病害虫抵抗性とかですね、そうすると、そこにマーカーがざっと出てくるような仕組みを、まあ、今作りつつあります。ここでは登録されている20万件の DNA マーカーから形質連鎖している DNA マーカーを抽出して一覧検索機能を作成すると。で、まあ、遺伝距離の目安はということで、こう、まあ、一応の基準を作って、こういう提供方法も一応模索しているという、段階です。で、まあ、その他の技術開発としては、DB 間の連携ということで、これはまずは PGDBJ 内のコンテンツと外部 DB エントリーをつなぐための開発があります。で、オーダー検索システムによる統合化の拡充ですね、機能拡張、それからセマンティックウェブ技術による統合化で RDF 化ということです。からオントロジーの整備によるオーダー検索化の効率ということで、PGDBJ の内部 DB 間および外部 DB 間にわたるオーダー検索を効率化するための開発で、オントロジーの整備、不足している語彙に基づくオントロジーの構築も行って、それを公開すると。実用的な植物関連オントロジーの構築で、これは植物学会とかですね、関連学会の方の、まあ、いろいろなアドバイスを受けて、植物学用の整備の支援とか、農業形質、生育環境に関わるオントロジーの整備も並行して進めています。からゲノム情報のアノテーションのコード化ということで、これは物理地図に集約できるものは集約をして、まあ、分かりやすく提供するということですね。物理地図上に集約したデータの視覚化と提供のための設定、ジェイブラウズを入れるとかですね。
あとは物理通貨表情法の収集とかを行っております。ということで、これが現時点での PGDBJ のファーストページで、通常これは出ていないんですけども、リソー、えっと、オントロ、オルソログ DB の、メニューですね、テーブル、キーワード検索、ブラスト検索、データダウンロード、それからリソースについて、ここに書いてあるようなメニューがあって、あと DNA マーカー関係の、ここでは、例えば、対象にした植物自体の特性の情報とかですね、それから、登録植物のリスト、マーカーのリストとか、キューテルのリストとかがここから、アクセスできるようになっています。で、先ほどちょっと申し上げましたけども、これだけだと、ここに横断検索の窓口があるんですけども、先ほどの、黒川先生はお話じゃないですけど、ここ一体何入れたらいいんだっていうようなこともありますので、ここに1個ですね、今とりあえずあまりちょっとデザイン的にはどうかと思うんですけども、育種向けで DNA マーカー検索ということで、先ほど簡単にご説明しました、比較的分かりやすくですね、形質の、連鎖マーカーにたどり着けるような工夫をとりあえずはやった状況です。ということで、これが現状なんですけども、これを使って、どう使ったらいいのかということを、よくご質問を受けます。で、考えつく限りのものをざっと挙げてみます。多種多様な植物について信頼度の高いゲノム関連情報を入手できるというメリットがあります。で、植物非常に多様であって、先ほどの系統樹の端と端では結構違うわけですね。で、専門分野も専門家も違うということなので、それを一括して、一元的に入手できるという、それから多様な植物の特性やゲノム配列決定方法などさまざまな情報も日本語で入手できるというのも、これもやはり重要なファクターかなと思います。それから自分が調べたアミノ酸配列が何の遺伝子ファミリーに属するかを調べられる。特定の遺伝子の、分布範囲ですね、系統の中での分布範囲を調べられる。特定の遺伝子ファミリーに属する配列情報を、取得できるとかっていうようなことが、あります。さらに DNA マーカーや QTL に、オルソログで他の種の、基地情報を結びつけて機能を推定することができる。あるいは、非常に単純ですけど、自分の材料で多様性マーカーの有無を確認できると。それから複数の生物種にまたがって DNA マーカーを検索できる。検出法を指定して DNA マーカーを検索できる。で、これは特に、現場ですね、育種現場なんかですと、なかなかその洗練された解析法ってできませんので、一番多く使われているのはアガロスゲルとかですね、あるいは、ポリアクリラムゲルとかっていうレベルのものです。で、そういう方法でも使えるマーカーを欲しいというご要望が結構ありまして、ですから検出法も、情報も入っていますので、それを検索できると。いわゆるキーワード検索によって形質連鎖マーカーや QTL の絞り込みができる。それから、遺伝子単位やマッピングされている有用不要形質に関わる材の染色体上の位置分布を一括して調査できる。これ位置情報を入れているものについてはこういうことができますので、形質ごとなどに個別に検索しなくても、一括して全体を見ることができると。それからリソースに関しては、リケン BRC、NBRP のリソースの中から、例えば病害抵抗性に関わる可能性がある CDNA クローン情報を調べて分離を依頼できるということで、こういう、複合的といいますか、いくつかの情報から検索がをすることができる。で、分譲依頼のサイトに飛ぶことができるというような、こういう利用法があるんではないかなというふうに思います。で、これ、私どもこのデータベース、24年の8月だったと思いますけども、に公開を始めまして、今で仕掛け5年ぐらいですけども、ちょっと見にくいんですけども、訪問数なんですが、この水色が28年度、これ今9月までですが、大体、順調に増えています。訪問者数としては1500、2000前後、それから訪問数としては、どうでしょう、今として4000前後ぐらいが、比較的コンスタントに来るようになって、おかげさまで比較的安定したデータベースができたんじゃないかなというふうに考えて、ポータルサイトができたんじゃないというふうに考えております。で、これ最後ですけども、研究員としてこちらに挙げてあるような方々、それから、キュレーションをやりますので、技術員ですが補助員に活躍していただいております。それから、このプロジェクトの中に、
オントロジー整備ワーキンググループと、それからアドバイザリー委員会というのを設置してまして、ここでは外部のですね、いろんな学会の関係者の方、あるいは異なる分野の関係者の方からご意見をいただいて、それを反映するようにしております。それから DBCLS の皆さん、BDC の皆さんには技術的なアドバイスをたくさんいただきまして、この場を借りて感謝申し上げます。ご清聴ありがとうございました。